新日本プロレスがですね、明日ですね、明日の朝、午前中か、サンノデ大会やりましてね、メインは岡田対オスプレイでございます。モスクリー、高木、インターコンチネンタル選手権でエディがゲイブに挑戦リトルが X と新日本初挑戦でございますね。ドルフリーグだから出てくるのね。三原健斗が佐々木健介さん、北斗晶さんと久しぶりの再会でしたってことでね、そうですよね、健斗はね、健介の健にね、北斗の方で党ですからね、師匠でございますね。そうですね。で、全日本プレス明日ですね、ロイヤルフチランブルということで、プチ正信とシングルマッチ系をかけたということでね、このメンバー、足の田村わかんない、なんだっけ、このメンバーでランブルを行うということで、杉出来選手も入ってくるとね。で、勝った者が淵正信とシングルをやるということでございますね。で、今日ですね、アメバで見れますね、KO 対塩崎豪でございますね。まだやってないかな、北宮の試合か今な、いうことでございまして、KO 初防衛戦、2回目の防衛戦になるのですが、塩崎豪どっちが勝つかってことで、ノアのね、X で、アンケートを取ったところ 81% KO、18.8%、塩崎ということでございますね。私も、KO を応援したいと思います。昨日ですね、新宿フェスでですね、アルシオンの同窓会ってことでね、卒業ってことでね、行われまして、三田さんのですね、X ですね。で、浜田がですね、アメリカから来た、ソチ浜田のアメリカでメキシコから来てですね、グラハマダ具合悪いんですけどね、いても立ってもいられないということで、ソチ浜田が、メキシコから、新宿フェスに来てですね、同窓会に参加したということで、皆さん卒業証書をもらえたということでね、ロッシーですね、アルシオンの5年間は何のものか変えられない濃密な時間を過ごしたと思っています。最後に選手たちに、卒業証書を渡すことができて本当に良かった。逆に選手たちから感謝状と記念パネルをいただきました。最後の浜田綾子、登場は誰も知らなかったサプライズ、卒業という文字が綾子のこと気持ちを動かしたのではってことでね。で、アルシオンの卒業イベント大関東で最後に、浜田綾子が来たということでね、最優秀新人田中絆聞いたんでした。もう、スターダム入れたくてしょうがないでしょうね、ロッシーね。で、ギャラクティカの覆面をかぶって、セラさんがですね、登場したということで、見たかったですね、セラさん綺麗だね。で、新日本プロレスの、大会ですね、ストロング選手権試合、ジュリアがアメリカ行ってますね、取引と、戦いますね。で、スターダムでございます、今日ですね、行われた、タッグマッチ、前哨戦ですね、あの沙織、鈴木鈴、あのちゃん鈴ちゃんですね。で、スターライトキッド、渡辺桃が時間切れ引っ掛けですね。で、メーガン、マイカ対、神谷、安住はメーガンが、マイカが安住をフォール勝ち、ね。で、天崎、歌美、白神美奈、あれですよ、なんだっけ、クララが、歌美にフォール負けですね。歌美がフォール勝ち。で、ですね、スターズとゴッズアイの4対4で、花がですね、ソネからホールを奪ったということでございます。明日ですね、行われるのが大阪府立体育館、エディオンアリーナですね。桜井舞太、まさき、まあ桜井の勝ちでしょう。で、安住対ルアカは安住の勝ちかな。で、白神ならレディーシー、白川の勝ちだと思います。これ見たいな。で、スターズ対新人4人ですね。どうなりますかね。クララちゃん、負け癖がついてるけど、その辺はね、負け癖をなくしてですね、クララちゃんかヤガミちゃんが投げ負ける感じになっちゃうのかな。でもね、一日一日がプロレスの成長でございますのでね。で、8人タッグマッチ、未来、首里、鹿島、
総霊隊、ルアカ不機嫌です、トラナツコスターレッツキットでございますね。これはなんかな、どうなのかな、スターライトキットが、カシマに勝つとかって面白いと思いますね。で、セミファイナルでございます。マイク、メーガン、ベータ、サオリ、水森なんでございます。メーガン大暴れするんじゃないかなと思いますね。で、メイメントでございます。ゴッテンズ・オブ・スターダム選手権、ハイスタイブ・タミ、神谷さや対、鈴木セーラー・メイでございますが、どうなんですかね。取ってもらいたいけどね、20歳の2人はね。でもね、盤石のね、カニータに反した歌見ですからね、歌見髪の毛描いてね、いい感じになってますからね、多分防衛するんじゃないかと思いますけどね。ということでございまして、スターダムの明日のスターダムでございます。ノアはですね、セミファイナルですね、ジェイク・グリー、傭兵、忠介対北宮、近藤、宮脇の試合をやってますね。ということでございまして、今週もありがとうございました。今週あまり生話題なかったんでね、来週もお楽しみください。それでは、週刊プロレスジャーナルでございました。ありがとうございます。